サンハビエル伝道書の聖堂ボリビアのイエズス会伝道書群はスペインによる植民地化の過程でイエズス会によって建造された電動用の集落群である。それらはボリビア国内でも特にサンタクルス県北部やベニ県に見られる。そのうちサンタクルス県チキトス地方に残る伝道書群はチキトスのイエズス会伝道書群として ユネスコの世界遺産に登録されている。スペインがボリビアを入植した時には、様々な会派の修道士たちが、十二使徒になぞらえうる、新大陸の伝道活動に参加した。彼らが作った建造物、集落群は、ミシオネスあるいは、レドクシオネスと呼ばれた。日本語では、伝道所、伝道施設、布教村などの訳が当てられる。伝道所の建設に熱心だったのは、 イエズス会とフランシスコ会である。イエズス会士たちによって建てられた施設軍は、特にチキトス地方の人々の歴史にとって、一することのできない足跡を残している。イグナチオ・デロヨラによって創設され、ローマ教皇パウルス参戦によって認められたイエズス会は、1540年以降、その伝道施設を新大陸に築き、先住民への宣教を起とした。 その活動のために様々な地を巡った結果、征服者たちの新たな領土の発見に結びついたこともあった。ボリビアでの戦況は有名な黄金号伝説、エルドラードあるいはパイティティの調査にも大きく影響されていたと考えられている。ボリビアでイエズスカイ伝道所が建設され始めたのは17世紀末のことである。それは主として サンタクルス県北部のチキトス地方とベニ県のモホスで行われた。最初の伝道書はサンフランシスコハビエル伝道書で建設は1691年のことだった。続いて1696年にはサンラファエル伝道書が建てられ、1698年にはイエズス会イフェリペス・アレスによってサンホセ伝道書が建てられた。さらに、宣教の過程で サンフアンバウティスタ伝道書、コンセプシオン伝道書、サンイグナシオデサムコスなどが相次いで建てられた。最後のものは1745年に放棄されたが、その後もサンイグナシオ伝道書、サンティアゴ伝道書、サンタアナ伝道書などが建てられた。最後に建てられたのは1760年のサントコラソン伝道書である。1767年にスペインオカルロス3世は、 イエズス会をスペインとアメリカ大陸から追放することにした。それというのはアメリカ大陸の伝道諸軍の管理が行き届いて繁栄している土地を取り込もうとした人々が国王に迫り、彼はそれに講しきれなくなったためである。ポルトガルもまた同様であり、つまりはボリビアの隣国ブラジルでもイエズス会の追放が起こった。その結果、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル、 ボリビアなどでは、それまで伝道書でイエズス会の飛護を受けていた先住民たちが大きな苦難に直面することになった。イエズス会の目覚ましい働きが略奪者や不信心者たちに蹂躙されることになったからである。アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルなどでは伝道書の落日はすぐにやってきた。しかし、ボリビアでは徐々に衰退していったとはいえ、現在まで脈々と、 維持されてきたのである。コンセプシオン伝道書の聖堂内部スイス人のイエズスカイ宣教師マルティン・シュミットは建築家でもあり音楽家でもあった人物で根結のバロック様式で建てられた伝道書の大変美しい聖堂群は彼に多くを追っている。それらの建築にあたっては木材などの地元の資材が用いられた。円柱は印象的なものでバニャードスデオロと呼ばれる。 金色のまばゆい祭壇もある。壁面の絵画もこれまた素晴らしいものである。聖人たちの彫刻は今でも伝統を守っている工房に根付く根結の美術様式に引き継がれた。バロック様式と地元の勤めて装飾性に乏しい様式の組み合わせがチキトスなどでの真の芸術的試みを創出した。この試みは信者たちの根校によってなおも洗練されていき。 その結果、全くの独自が美しい様式が、創出から3世紀以上を経た今でもなお、伝えられている。建造物群の中でも土台となっているのは、最初に建てられたサンハビエル伝道書である。このシェーマが、他の伝道書群の中においても、変化を伴いつつ繰り返されている。サンハビエル伝道書は、教会、作業場、学校、住居などが並ぶ広大な地区を伴う、 モジュール式の構造になっており、特殊な建築様式の土台であると同時に、都市の建造物群の配置の原型にもなっている。教会は三つの振動からなり、シンプルな木製の屋根は美しく堂々とした柱に支えられている。口という木で作られた柱は念入りに加工され、信じられないほどの堅牢さと耐久性を備えている。そして、それらの柱と屋根は、 あたかも壁から独立した自律的なシステムであるかのようである。火山岩の使用についても触れておこう。建造物群には石像のものもあり、それらも節度ある美しさを備えている。いずれも美しい作品を思い描き、作り上げた先住民の芸術的熟練を示している。教会内部の絵画について言えば、チベット仏教やヒンドゥー教の寺院で使われる色彩に、 近い色を基礎にして描かれている。聖堂などの建築物が今なお維持されているおかげで、1990年にチキトス地方のイエズスカイ伝道書はユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産の対象となったのは、チキトスに残る6つの伝道書さんフランシスコ・ハビエル、コンセプシオン、サンタアナ、サンミュゲル、サンラファエル、サンホセである。それを踏まえて、 ボリビア当局と非営利組織は、チキトスでの一大観光プログラム、チキトスのルネサンスバロック音楽祭を指導した。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。